第一になる。壮大な夢を抱く男、本田宗一郎。その夢のスタートはイーリスマン島の TT レース。昭和34年の出場宣言から7年目、この夢を達成しました。二輪の次は四輪。昭和39年、ホンダは F1 で世界に挑みました。昭和59年、本格的に再開した F1 レース。昭和61年、ついに世界の強豪を向こうに回し、メーカーチャンピオンになりました。本田宗一郎が長年抱き続けてきた夢がついに実現したのです。まあ、その四輪も二輪もその世界のホンダに、なりましたし、そのレースの世界でも、世界一のホンダになったわけですから。まあそうです ね、来年また破れるかもしれんからね。いやそれなんですよ、世界中のいわゆるその自動車が注目してうちを叩こうとしてるんじゃないですか、レースで。結構な話ですね。そういうことがね、私は自動車を進歩させ、より安全な車をお客さんに提供する基本だと思うんです。それを逃げているんだったら私は自動車やめるな。他の人はどうか知りません。私はやめます。逃げてはいかんぜ。逃げちゃいかんです。どんな苦しくても逃げてはならん。お客さんにはとにかくお金、高いお金を出して買っていただいて、それで怪我させたなんていうのはこれは一番不道徳ですよ。僕にやするは責任重いですからね。だから責任重いから我々がその一番危険な責任を負っていろいろなものを解決することをしなきゃならないはずですね。そういう意味でレーサーをそういう見方をしていただけると非常にありがたいんです。明治39年、本田宗一郎は静岡県岩田郡光明村、現在の天竜市に鍛冶屋の長男として生まれました。宗一郎が子供の頃から技術者的素質を持っていたことを物語るこんなエピソードがあります。小学生の頃、村に初めて自動車がやってきました。宗一郎少年はエンジンの音に感動し、排気ガスの匂いに陶酔しました。オイルの染み込んだ土を手ですくって、時代の先端的な匂いを吸い取り、未来に大きな夢を描いたのでした。まあ私はいろいろなものが憧れましてね、汽車見れば汽車のね動かすあの運転士になりたいし、機関士かね、それになりたい。電柱に登ってプライヤーとかペンチを持って電柱に登る電気工夫がいればあれになりたい。でも何でもね、機械物だったら何でもいっぺんになりたくてね、すぐ憧れちゃってね、それが夢でしたね。高等小学校を卒業すると、宗一郎は単身上京。当時まだ珍しかった自動車修理店アート商会に入りました。修理の仕事をしながら宗一郎は子どもの時の夢を追って自分でレースカーを作り始めました。自分が作って自分で運転、私はまあ若い時はしたんですからね。そうしますとあっちが悪いこっちが悪いと、それいろいろもうそうね、1週間も 寝ずに仕事をして、でやっと完成した自分の子供みたいなもんで走るんですからね。まあなんて言っていいかね、それは母親に例えてもいいんじゃないかね。宗一郎、22歳の時独立。浜松市内に自動車修理工場アート商会を開業、さらにピストンリングを作る東海製機を設立しました。この頃宗一郎は専門知識と技術の必要性を痛感し、浜松高専、現在の静岡大学の聴講生になりました。昭和20年8月終戦、宗一郎はピストンリングから手を引き、戦後の虚脱状態の日本を見つめながら次なる事業を模索していました。やがて新たな目標を見つけました。
軍で使っていた通信機のエンジンを取り付けた自転車を作ると、これが大評判になったのです。昭和21年、ホンダ技術研究所を設立。新しい夢のスタートです。 A 型エンジンを開発し、その生産を開始。 A 型エンジンをつけた自転車はバタバタと呼ばれ、たちまち人気者となりました。昭和23年9月、ホンダ技研工業株式会社を設立しました。世界のホンダへの第一歩が、社員20人の町工場から踏み出されたのです。その工場でオートバイの試作車が完成、ドリーム号と命名されました。なんと名前つけようかったら、僕の友達がね、お前夢のようなことばっかり言って考えているから、ドリームとつけたらっていう話もあるし、でそれを心に置いておいて、うちの若い人たちに、みんなして話して、名前はドリームとつけるのどうだよなって言ったら、うん、それはいいだろうと、夢があることはいいことだと、でそんじゃそれにしようと、んでドリームと名をつけて、まあ来てやったわけです。それから40年ですね。それから40年ねえ、でっかい夢を今掴んだという感じがしますけれども、それと夢は逃げていくんでね。夢は逃げていっちゃいますか。一遍達成した夢はまた逃げていくから、また追っかける。いつでも夢を追っかける男だね、こら。世界一になる壮大な夢を追いかけて走り始めたホンダ技研。その夢の実現に大きな力となる男が本田宗一郎の前に現れました。藤沢武雄です。ドリーム号完成直後の昭和24年のことでした。技術のホンダ、営業感覚に優れた藤沢、この名コンビがさまざまな苦難を乗り越え、世界のホンダへの確固たる礎を築いたのです。藤沢と私は、ご承知の通り、金もなければ何にもない、二人とも命があっただけでございます。結ばれた時はどうかといえば、私が金に疎くて、金売ったんじゃなくてくれたような格好で、どうにもまあうち自体がいかない。で藤沢がうちへ来てくださって、じゃあ俺が金取るというような話、それっきりの話で、約束もなければ何にもない、縁もゆかりもない二人でございます。私には兄弟もございますが、しかし兄弟より以上に他人というものは大事だということ、この年になって初めてとつくづく思うわけでございます。私がたまたま本田宗一郎という誰も、私が千人の友達を選べと言われたら、一番が本田宗一郎であることは、これは2番、もちろんでございます。で2番って言うと、1番と2番とかどうも間が空きすぎてて2番が出てこない。やっぱりこれは本田宗一郎。そういうふうにしていきますと、千人が千人の名前出した時に、本田宗一郎っていうのが私の中にもしなかったら、偉そうな顔してここへ上がることができませんし、また多少さっき褒められましたけれど、私のしたことで、あるいは本田技研が今日になったとすれば、大変なもう世の中の巡り合いの素晴らしさって言いますか、感謝する運の良さ、私の幸せをつくづく感じて、今日、晩年を過ごしておるわけでございます。昭和48年、ホンダは創立25周年を迎えました。その記念式典の席上で、ホンダの転機を告げるドラマが演じられました。ホンダ社長、藤沢副社長が退陣を発表したのです。鮮やかな、しかしいかにもホンダ宗一郎らしい爽やかな引き際でした。ホンダ宗一郎66歳、藤沢62歳でした。昭和58年、ホンダが創立35周年を迎えると、2代目の川島社長も久米社長にバトンタッチ。両首脳と同様の
鮮やかな対人のドラマを見せました。ホンダイズムは完璧に継承されていたのです。社長の川島ももういい加減であったな。いい加減になってきた。いい加減なのがうちは社長になることになってるんだから。社員がそこでしっかりしてもらわんと危なくてしょうがない。これをお願いいたします。総一郎は社員の誰からも慕われていましたが、世界各国の著名人とも広い交流を持っていました。そして多くの人たちが本田総一郎の率直な話しぶりと明るい笑顔に魅せられました。第一線を退いても技術者としての夢を追い求めることを本田宗一郎は決してやめませんでした。英国の王立博物館から古い蒸気自動車を運び出し完全に復元、ロンドンの街を走ってみせました。あれは楽しい経験だね。英国人の前で、ね、おにぎり食べてそれで行くんですよ。はあ、はあ、それで私はね、まあブライトンまで行く間にね、もう英国人のマナーの良さっていうかね、それを見せつけられましたね。エンジニアの目で物を見つめキャンバスに向かう総一郎。日本画は第一線を離れてから始めた楽しみです。そういうことね、夢欲しいですね。夢がなくなったらね、おそらく生きる屍だな。年寄りこそ夢がないと、夢なくちゃいますね。だから私は死ぬまで、まあどのくらいも正気でいるか知らんけど、何か夢をいつも追ってます。何かやろう、何かやろうと。それで何か具体的に、やりたいなというのは今あるんですか？いや、それはない。ないですか？ない。それはないけれどね、やはりうちの連中が新しいものをどんどん若い人たちに作っているでしょう。それだけは私は見せていただこうと思ってね、研究所行ってね、無事行ってね、見せてもらってるんですよ。ああ、そうですか。と今でも技研の方には行かれて、時たま行きますって、もうみんな油にまみれてるのを見るのが楽しいわけですね。楽しいですね。だけどわからないですね。わからないですか？わからない。わからないからいいんだね。僕がね、この年になっても今の若い人たちがね、やってることがわかるようだったら、うちの若い連中はボンクラですよ。なるほど。僕もわからんことをやってるから私は嬉しくで希望に燃えているわけです。なるほど。そういう希望もあるということね。ということは、俺に分かるような車を作るなと。そうなんですよ。俺に分かるような車っていうことだったら、もう古い車であるんです。で、僕がこれどういうわけだ、どういうわけだって散々聞いて、この間も散々聞いたら、うるさくなったとめいて、親父に言っても分からないよ、それなかなかだって言われちゃったね。いいですね。立派な返事ですよ。
昭和天皇と皇太后様がその和光研究所をお訪ねになったのは昭和42年のことでした。昭和60年には熊本製作所に昭和天皇をお迎えしました。久米社長とともにご案内役を務めた総一郎、晴れがましい緊張感の中で F1 レーサーなどをご説明。大気の圧力でそれも自動車と同じ演技です。でこちらは今言っている空気で無理に押し込んで力を出して、この10倍の例で言ってる。そうか、だいぶ無理で。いつまでも元気で、昭和天皇の残された励ましのお言葉が激動の人生を過ごしてきた総一郎にとってどんなにか胸にしみるものであったことでしょう。大きな夢を実現してくれるホンダの若者を本田宗一郎は愛しました。それはアメリカをはじめ世界の各工場においても変わることがありませんでした。平成元年、ホンダ総一郎は日本人として初めてアメリカ自動車産業の殿堂入りを果たしました。この殿堂に入っているのはヘンリー・フォードなど偉大な業績を残した人たち88人。こうした偉人たちとともに本田宗一郎の名は世界の歴史に永遠に残ることになりました。ありがとう。Mr. Honda, on behalf of the Automotive Hall of Fame, it is my great honorto present to you this medallion and portrait which symbolize your great contribution to the history of the automotive industry. Congratulations. どうもありがとう。Thank you. にこの名誉あるところの殿堂入りをさせていただきましてありがとうございます。I am most gratified to be inducted to the most prestigious Automotive Hall of Fame. 本当に夢のようでございます。まだここにおっても
こうふわふわ体がしてまだまだ本人に戻ってきておりません。 This is, seems to me like completely a dream. And even as I stand here, I feel as though I'm standing on the cloud. こうしても初めて痛いのでこれは本物だなとこういうふうに思うわけでございます。 Only when I pinch my hand and feel the pain, I realize that this is not a dream but a reality.こういうふうな嬉しい私の、一ページが飾れることは何と言っても私は幸福者だなという感じをしみじみ感じて生きている喜びを感じるものでございます。 I can feel how happy I am, what a happy man I am to add a new page to my life on a memorable occasion such as this with you ladies and gentlemen.この夢は永久に見ていきたいと存じております。ありがとうございます。If this was a dream, I certainly would not like to get up, wake up at all. Thank you very much. どうもありがとう。ありがとうございました。昨年10月のデトロイトにおいて日本人として初めてアメリカの名誉ある自動車殿堂入りをさせていただきました。私は長い人生においてこれほど名誉であり嬉しいことはございません。これもこれも全部初めから皆さんとのお付き合いから生まれたのでございます。私が皆さんとお付き合いがなかったならこの現在のこの私の嬉しい気持ちで皆さんにお礼を申し上げることもなかったでしょう。言うなればうちの会社の皆さんは源だと私は思っておるわけでございます。本当にありがとうございました。ただありがとう、ありがとうという以外に本当に言葉も何にもないぐらいにもう嬉しいんでございます。平成2年国際自動車連盟から FIA ゴールデンメダル賞が贈られました。これは F1 レースへの情熱と功績を称える特別功労賞、フェルディナンド・ポルシェ氏、エンツォ・フェラーリ氏に続く受賞です。どうもありがとう。今年もあの来年か来年もナンバーのエンジン作るよ。 We'll give you a best engine so you'll find the right one。夢を置き若者に負けず、さまざまな夢を追い続けた男、本田宗一郎。この傷だらけの手で大きな夢をつかんだのです。終生夢を求め追い続ける。それが本田宗一郎の生涯ではなかったでしょうか。